はい、皆さんこんにちは、梅です。どうもどうも。先日ですね、アナとエルサのフローズンファンタジー、こちら初日ですね、ディズニーランドインパークしてきましたので、皆さんにレポートしたいと思います。はい、それでは VTR をご覧ください。どうぞ。はい、今ですねロイヤルストリートベランドが来てます。こちらでですね、今アナ雪イベント開催中は、特別なアナ雪をイメージしたホットチョコレートが飲めるということで、ちょっと来てみました。では早速行ってみましょうかね。はい、じゃあ行ってきます。ホットチョコレート欲しいんですけど、これ上に乗ってるのは何ですか？マシュマロなんだ。あ、わかりました。オレンジジャムはなんか溶かして飲むんですか、自分で？おお、じゃあ1個ください。はい、じゃあ早速飲んでみましょうかね。いただきます。うん、なんかねスリーブがついてるよ、フローズンファンタジーの。でですね、上に乗ってるのはマシュマロだそうです。よっこいしょった。ちょっとマシュマロを移そうかね。ちょっと待ってね。こちらがホットチョコレート、マシュマロ入りです。でね、オレンジジャムだっけ、なんか入ってるってなんか書いてあったね。ではでは、いただきます。どうかな。あ、これは美味しいね。あー、うまい。あのクリスマスの時にさ、エッグノックってあったじゃない。あれがなくなっちゃったから、まあ、代わりにこれになったと思えばいいかもしれないね。マシュマロとホットチョコレートの組み合わせがめっちゃ合うね。でね、下の方になんかオレンジのジャムが沈んでるので、うん、こうジャムを時折スプーンでこうすくいながら飲むといいです。うん、でもねオレンジのジャムはなくても俺はいいかな。どうだろう。よくねオレンジジャム入りチョコとかあるじゃん。ああいうのが好きな人はいいかもしれないね。俺はねごめん、オレンジなくてもいいかなってちょっと思いました。なのでもし次これ頼むとしたら、俺はもしかしたらオレンジ抜いてもらうかもしれません。え、でも抜いてもらえるのかな、わかんない。ここは俺今買ったのはロイヤルストリートベランダで買ったの でガゼーボ近いんですよ。だからガゼーボでサーモントラウトとホタテのチャウダーを買い、でロイヤルストリートベランダでこのホットチョコレートを買いっていうコンボがいいかもしれません。今俺飲んでるところは俺カフェオーリンズです。なのでこの三角地帯を結構好きで、結構ねカフェオーリンズも空いてるんでよく使いますね。マシュマロとホットチョコの組み合わせが本当美味しいです。はい、こんな感じでちょっとアナ雪のフードもですねどんどん紹介していこうと思ってます。そうそう、1点注意はこのロイヤルストリートベランダと、それからもう一個スペースフードポートだっけ、スタージェットの下、あそこでもこれ買えるんですけど、この2箇所はお店が開くのが11時からです。それでアナ雪のパレードは10時50分にファンタジーランドを出発して、だいたいねプラザとか来るのが11時ぐらいなので、アナ雪のパレードを待ちながらこれを飲むっていうのは1回目だとねちょっと難しいかもしれないので、トモローだったら間に合うかもしれないね。トモローだったら11時にスペースフードポートが開いたらすぐ買えば、これ食べながら飲みながらパレードを待てるかもしれませんが、こっちのロイヤルストリートベランダの方は11時なんで、でパレードがね10時50分発だから、ちょっと待ちながら飲むっていうのはちょっと厳しいかもしれません。はい、飲み切りました。ごっさんす。後ろになんかキャスオーナーさんがいますね。はい、こんな感じで飲みました。完食。じゃあね、バイバイ。